ここでそのスープとお醤油を春雨に少し吸わせるんです。今の時期はね、牡蠣がうまいんだよな。こんにちは、脇屋友詞です。脇屋友詞の友詞チャンネル、皆さんお元気ですか？寒さが厳しい今日この頃、寒いですよね。寒い時期には風邪を予防する、元気になる、そんな料理ですよ。食用薬膳、食べて元気にする、予防する、そんな料理をですね、今日もご紹介したいと思います。口が回ってませんけど、こんな感じで今日は何をするかと言いますと、春雨と牡蠣です。美味しい春雨、それと牡蠣を合わせて、皆さんが大好きなピリッと辛い、そんな料理です。それをぜひともご紹介したいと思います。まず牡蠣は約10粒ですよね、これね。こんな感じでこうします。そこに塩をかけます。こんな風にして塩をして、それで温かいお湯を入れる。いきます。熱湯をふわっと2杯3杯と、それでこのようにして箸で少し混ぜていく。で、熱湯を加えることによってこのようにして少しぷっくり膨らみます。で、ある程度膨らんだところで、これで汚れも全部取れてしまう。見てください。それでこのペーパーの上に置いとくと、こんな風にですね、牡蠣がほとんどまだ生なんですけど、ぷくっと膨らみ、こういう状態にするということです。これ今日は約 50g の春雨です。これをこのお湯の中でですね、こんな風にしてそのまま煮込んでももちろんいいんですけど、一度こうやって春雨をね、ボイルすること約3分です。こんな風にして3分間ボイルします。その間にですね、見てください、こちらです。今日はこれは牛肉のちょっと粗みじん、豆板醤、ネギ、にんにく、生姜、ネギ、これです。それとチキンのスープ、コンソメでもいいです、中華だしでもいいです。そういうものを溶いてあるスープを用意しておくということです。これだけあれば美味しいピリ辛牡蠣が出来上がります。春雨と合わせると最強です。そろそろ3分経ちますよ。皆さん、こうやって寒い時、風邪ひきや元気なくなったりする時にですね、食材の効能を利用して健康増進、予防することが大切なんですね。その予防というのは、食材を持って食用薬膳、ね、元気になる食材で体を元気にする、ね、今日はこれ春雨、ね、この春雨を約3分です。そうしましたら、このようにほら、もうぷっくりときれいになってますよね。こんな風にした春雨です。そうしましたら、一つの鍋でシャッシャッシャッと拭いて、いつもの通りいきます。鍋に太白を約大さじ2杯です。大さじ2杯入れたところで、今日はこの牛肉です。まだ低温のうちに牛肉を入れていきます。こんな感じですよ。牛肉の細切れ、こんな風にして入れていきます。だん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 白くなってくる。白くなってきたところで、にんにく、生姜、ネギと入ります。こういう風にしていきます。で、さらに炒めていきます。ゆっくりと炒めて香りを出していく。ほら、見てください。こんな感じでね、今この鍋の中はですね、ものすごいいい香りなんですよ。そうしましたら、ここ真ん中ですよ、ここ。ここで豆板醤、こうやって入れてください。で、この豆板醤をこの鍋の中心でこうやって火を入れる。ほら、見てください。こうやっていくと、
豆板醤がこのオイルと薬味で炒まってくる。はい、こういう感じです。それで全体的に炒めて炒めて、さあ調味料が入ります。まず大さじ1杯の紹興酒、大さじ1杯のお醤油入りました。それで混ぜます。そうしましたら溶いておいたスープを1、3、4、5、6杯入ります。6杯入ったところでですよ、火を中火にして先ほどの戻しておいたこの春雨です、これを入れていきます。そうするとだいたいこの春雨と水分がひたひたの状態です。ここでそのスープとお醤油を春雨に少し吸わせるんです。その吸わせることが約2分待っててください。それでほんのちょっと蓋をしていきます。さあそろそろ2分ですよ皆さん。この今の時期の美味しい、ほらもう分かりますよね。これでちょっと味を見てみましょう。間違いなし。そうしましたら先ほどのちょっとボイルしたこの牡蠣をこうやって入れるわけです。牡蠣を入れて今度はネギをパラ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 と入れます。ネギを入れてここでですねほんの少量の胡椒です。こんな風にして、それとお砂糖をほんのちょっとです、このぐらい。さあ最後の仕上げです。これで牡蠣を入れたら混ぜて混ぜて混ぜていく。これで牡蠣に最初から入れないでさっと後から入れるっていうのがポイントですよね。こんな風にしてですね、それで美味しい太閤のごま油を大さじ1入りました。そうしましたらこのじっくり煮出したごまラー油、これがまたですねほら香り豊かになるんですよ。それで混ぜます。見てください、うわ香りがいい。それで火を止めてファージャーをファーッとかける。これで完成です。いや牡蠣が喜んでますよ。もうふわーっと見てください、ほらクプク、もう香り豊かに喜んでいるこの牡蠣の姿、春雨との相性抜群ですね。これで体も心も元気いっぱい、こんな感じでお客様が来た時にさっと3分ボイルした春雨に牡蠣をさっと温めてできる、こんな料理最高です。それではいただきます。もう今の時期はね牡蠣がうまいんだよな。この牡蠣にほらこの春雨ね、わかりますよね、このトロントロンの春雨にこのぷくんぷくんの牡蠣、見てくださいこの牡蠣、いただきます。うますぎる。そのまんまの牡蠣ももちろんうまいですけどね、これちょっと半端ない美味しさ、これにはご飯だね。やっぱりこのピリッと辛さにこの牡蠣、ここにご飯、これは見てください
この銀シャリ、金目鯛、これにこれを乗せて、わかりますよね皆さん。山椒と豆板醤と、春雨っていいね。いろんなものに使えて、あらうまい。これは止まらないですよ。この炊きたてのこのご飯にこの春雨、ぜひ皆さんこの春雨の牡蠣をこんな風にかけちゃってね、このご飯をいっちゃってください。至福の喜び間違いなし。皆さん今の時期は牡蠣最高です。ぜひとも作ってみてください。